はいといととうことで今日はちょっと告知の方を、えー、古典ラジオの方からやりたいと思ってるんですけどもじゃあ深井さんお願いしますはいえー、と実は僕個人の、えー、ノートを解説しましたいえノートっていうサービスがありますよね素晴らしい、はい、ブログですよね、うん、ブログですねブログ的なやつありますよねあれを解説してテキストで 出してます。自分の考えであるとか、まあ、今まで経験したことで皆さんにシェアしたいことであるとかっていうのを実はそのノートの中で出してますんで、ぜひ、うん、あのコテラジオ気に入っていただいている方にはノートも見てほしいなというふうに思ってます。はい。いやこれ結構なボリュームですよね。一つの記事が。そうですね。僕あの文章を書くのがめちゃくちゃ苦手なんで、実は、はい、あのコルクラボギルドさん、はい。 っていうところにお願いして、えっ、ー、と、はい、ライターさんにですね文章を書いていただいてます。うんうんうん。あまああの内容はね、僕がちゃんと考えたことで、僕が喋ってることを文章に変えるところをやっていただいてるんですけど、まあ非常によくこうまとめてくれてるなと思って、過ぎてなんかプロフェッショナル。 こんな感じかっってて思ますなるほどいやだからゴーストライターじゃなくてジジョョのスタンドってことですよねなんでわざわざ例えたのか分かんないですけどこれ通じるかなまあまあまあこういう分業いいなって思ったんですよ本当に。にんか本当才能と才能のんかこう掛け算だなと思ってねこんなに人の文章をまとめるのが上手い人いるんだなやっぱりみたいなまあプロの方ですからねうんはい ノートを皆さん知ってる方の方が多いと思いますけど知らない方はあのノートって言って「NOTE」で「深井龍之介」って入れたら出てきますんでこれで調べれば出てきます古典代表深井龍之介のノートっていうのが出てくると思いますね「うん、古典深井龍之介の歴史アルゴリズム」っていう連載をしてますねはい、い,いですねあとイラストもこれオリジナルで撮られてるんです、ね、ですイラストも実は今回挿入させてもらってていいえっとイラストレーターのイズイズさんっていう方 うん。に書いていただいてます。これ本当可愛らしいね。ですよね。<の>うん。本当これ僕。全く考えてないんですよ。このイラストに関して。うん。もう完全にこの文章を読んでもらって、本当に自由に発想して書いていただいている。ですけど、本当す,すっごいなって思いました。本当、うん。そうですよね。<laughs> 僕そう才能に触れるの好きなんです。すごいなと思いましたね。うん、うん。ああ、そうね。才能フェチだからね。はい。うん、ぜひちょっとイラストも楽しんでほしいですし。うん まああのそのライターさんの能力というかこの才能も楽しんでもらいながら僕が言ってる内容は僕がもちろん考えた内容で、うん、あの一言一句一緒に文章を考えてるので一緒にというか書いていただいたやつを最後一緒にチェックしてますんで。ってことですね。ぜひそっちの方もねフォローしていただいて週に1回ぐらいのペースでアップロードしていってラジオで言ってない話とかまあラジオで言った話も言えますしあの言ってない話とかも言うんで。 そうだねまた文章で言うよねまた深井君の考えが読めるのはいいよね。 うん、そうね文章の方がに得意な人もいるだろうからね、うん、その意味で聞くより文章で読んだ方が分かりやすい人もい特性的にいいると思いますねまあ,あとやっぱあ,のあれですね「存在だけで価値がある」っていうテーマとかじゃないですかやっぱり、はい、でそれって固定ラジオでずっと何回も繰り返し繰り返し言ってきたことを多分また聞いてる状態でパーって読むと「うん、はいはいあの時のあれのことね」みたいな感じでなんか思い出すトリガーにもなるのかなと思って。る内容はよ よりりわかかやすいかなとは思いますあとねちなみにヤンヤンもノートやってるからそ<う>僕よりずっと前からやっててヤンヤンは、はい、ヤンヤンの文章すごいですからね <laughs> 本当にいやーアーティスティックな日本語で書いてきますからいやもう本当僕のはもう本当にあれですよね 塩辛みたいなもんで好きな人あでも塩辛っぽい塩辛っぽいでしょちょっとわかんないです塩辛っぽさわかんなかったんですけどぬかあのもうそうそう好きな人はもうね好きだけどもう口に合わない人はあのゴミですから今日とがございましたらいや俺ちょうど俺ヤンヤンさんのすげえ好きやったやつ俺ツイッターにもあげたんですけどああの最近書いたそうですよね電車のやつでしょ ハレー彗星のやつじゃないですか。ハレー彗星のやつなんですよ。あ、電車のやつも良、うん、かったんですけど。電車のやつめっちゃ良かったよ。うん、なんかあ、あれも良かったですね,ね。これ聞いてるだけだと気になるだろうけど、みんな。うん、はい。あの人生と電車のね、<laughs> 話だったんですけど。<laughs> 人生は電車のようなものなんじゃないかみたいな。いや、でも、なんか、うん、うん だ大体夜にすごく催してきて感じですけども朝起きて読んだら本当に何かね自己嫌悪に陥ることはないんですよだからやっぱアーティスティックだよね出し方がすごくそれを聞いてもなんか芸術的な出し方だよね うん芸術ってだってうんこみたいなもんだからねうんこって一応そうちょっと勘違いしないでほしいんだけど排泄物のように出てしまうからね出したくて出るというか出さざるを得なくて排出していくみたいなものだと思うんですよハートってそうですそうですだめだって意味じゃないですようんこってだめだって意味じゃなくて出ちゃう出ちゃう出さないと体調悪くなるみたいな。 便秘 <laughs> になったら体調悪いみたいなそういうやつだと思うんでそ,そんな感じはすごく見てて思うもん読んでて思うもんね、うんうん、ありがとうございますまあ僕ら3人もどやっぱそういうところあるんじゃないのやっぱまあみんなアーティスティックなところありますよね、うん、そのアウトプットの仕方とかちょっと違いますけどヤンヤンはやっぱり文章はすごくアーティスティックだよね 文章すごい。俺なんかーー本当に竹原ピストルさんが好きなんですけど、まあえっ、ー、と<う>ミュージシャンの、はいはい、のなんか曲に過ぎてなんかねリズムがすごいになん、えー、なんていうんですかね。そんなこう<ー>なんかエネルギッシュな感じ。えっといやなんかエネルギッシュはすげえ独特な歌い方するんですよ。はいはい。なんかその歌を聴いてるようなリズム感でがガンガンって入ってくるというか、うん。これ本外国人のさ文章に見えないもんね。ほんと見えないですね。すごいよね。 ああでも僕やっぱリズム文章もリズムがある文章好きっすね。ですね。うん、だからこれが結論と思ったらに日本語ってそういうトリックがあるじゃないですか「すね、なんたらなんたらだ」ということはないみたいな、うん、結論じゃないんかいとかなんかそういう、うん、それってリ,リズムトリックやと思うんですけどこっち話飛ぶけどさ、うん、こ告知で話飛ぶけどさ、うんうん、ん全然「ヤンヤン」やんやんってさ誰の文章が一番好きなの 誰の文章、うん、ど,どの人いや今まで一番じゃ痺れた文章って誰の文章ああしれた文章、うん、あの元慶応大の,その東洋思想の研究者で、うん、あの井筒俊彦っていう、うん、あの人の文章はすごく好きだよね<ー>あの結構イスラムのし研究とかでああイスラムのね井筒さんのやつか井筒さんのやつでなんか 10カ国語ぐらい同時に喋れるしっていう人の文章はやっぱあれは美しいと思って何がすごいのこうんつうのかな美しさとロジックとあと知,知性がもうすごい高度に融合されてる感じが大,大学生の時にねあの恩師の人から紹介されて読んで衝撃を受けたのはもう覚えてる。ど 三つのどれかが突出してるじゃないですか。はいはいはい。まあ文章を突出してることが多いじゃないですか。あの人は全部揃ってるんですよね。ふうん。僕はあのー、あのー、すごいベタですけど、うん、芥川龍之介の文章が一番好きなんですよね。へえ。本物の天才だと思いますね。読んでて、うん、まずね美しいひたすらまずリズムが完璧。うん うん、あの声に出して読んだらすぐ分かります完璧な日本語ですね、うん、彼が書く文章、うん、完璧なリズムを持っているのと僕がほんとすごいなと思うのは彼の小説でしか出てこない単語ってたくさんあるんですよ、うんうん、全部意味が分かるわけ細かく<ー>すごく何て言うか映像として全部浮かぶように書いてあって、うん、どういう映像を思い浮かべて書いてるかが全部なんか分かる感覚があるんですへえ 俺ちゃんと読んでないな読んでみてもあらあえて教科書載ってますけど国語の教科書に載ってましたけど僕が高校時代羅生門はほんとすごい文章ですねちょっとびっくりしました文章も面白いですよね極めるとそうねめちゃくちゃベタですけどね芥川龍之介が好きっていうのも名前が一緒なのはやっぱり親御さんが好きだったってことそうそう親父が芥川が好きなんで僕が龍之介なんです へえもとねそこから初めて聞いたそれで家に芥川の本全部あるんですけどやっぱりへえやば純文学結構たくさんあったんだけど僕全然読んでなかったけどやっぱ読んだらすごかったですねへえいいねうんなるほどラショモンって確かもう青空文庫で読めますよねあ読めます読めますだから無料でねアプリでもなんでもネットでも多分読めると思うんでやばいですよリズムがしかも短いですよね確かうん短編ですあの芥川はすごく短編が多いので はいうん、頑張って読もうかな、うん、僕普段本全く読めないですからこれはマジで読んでみた方がいいですよわかりましたこれすごいですもんうん、うん、全部完璧もう何回も見たんじゃないかなと思う構成し続けてこれになってるかなと思うぐらい、はいうん、火の打ちどころのない完成度だと思う文章としてうん、うん、なるほど点の打ち方とかねその、うん、読ませ方とか漢字の あと漢字の当て方とか、はい、使い方、はいうん、全部すごいですあその奥にやっぱ才能をすごく感じる才能感じますね<う>芥川龍之介の圧倒的な才能を感じますね この人古典を極めてましたからね芥川はだからリズムが日本語のリズムを習得してるのはそこが理由かなとは思いますけどへえめっちゃ話それえ告知だったよこれ告知大丈夫みんな絶対今聞いてるそうですねとりあえずノートの記事を見てくださいってことですねそうですありがとうございます